はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのOKスケです。さあ今日も大工の拠点をお送りしていきます。でもう数日したらですね、ビルダーホール4になる人ちらほら出てくるかなと思ったので、私ケイスケですね、一足お先にですねちょっと課金しましてビルダーホール4にしました。で昨日はですね、最強テンプレ編成ですね、テンプレ配置、その動画をお送りしていきましたが、ですねコメントやツイッターのリプで攻略法をいくつか教わりましたので、今回はですねそちらのリプレイをお送りしていきます。というわけで早速見てみましょう。レッツゴー。はい、昨日紹介したのはこちらの配置ですね。向きとかはちょっと逆になっておりますが、こちらね本当に流行っております。でバランス調整で大砲が追加されたことによって二重になってる壁のところですね、一マス隙間が埋まっております。で教えてもらった編成がですねバーバリアン20のアーチャー6体、こちらで星に取ることができるらしいです。で実際やってみたんですよ。まずはバーバリアン数体でサイドカットをして、で掃除を終えたらアーチャーでクラッシャーを壊していきます。でその後にですねバーバをですねトラップを確認して1体ですね出してからの一気に流し込むと、こういう風に一気にタウンホールまで届いて星2を取ることができました。教えてくれた、カンナカムイさんだっけな、ありがとうございます。なのでね、この配置苦戦していて星に取れないなーっていう人はぜひともやってみてください。さあ続いては前回の取り方ですね、こちらのアチャガゴ編成が強いらしいです。で攻め方としてはまあちょっとね今回の配置ちょっとねお相手さんいちくっちゃって、ロケット花火とかむき出しな状況になっておりますが、まずはですねアーチャーで、しっかりとロケット花火テスラアーチャータワーの対空施設を削っていきます。で壊し終えたらですねガーゴイルを出していきます。で今回はですねちょっとね出し方ね下手だったんでアーチャータワー残ってしまいました。でこういう風にですねテスラとかアーチャータワー1個残る時があるので、そういう場合はガーゴイルを出して、対空施設を削っていきます。まあ基本的には対空施設優先的に壊せばもうあとはですねガーゴイルお掃除タイムといった感じでございます。なので対空施設すぐに壊すそうだったらこのアチャガゴ編成で、対空施設の前に HP の高い施設、が結構密集していて壊しにくそうだったらさっきのババアーチャ編成で星2をしっかりと取っていくっていう感じがいいかもしれません。でね他にもいろんな編成コメントで教わったんですが、下手な自分でも一応ですね、星に取ったり全開取れたりできたのがこのね編成だったので、今回動画にいたしました。もっといろんな編成を知りたいっていう方は、前回の動画で優しい視聴者様が教えてくださったので、そちらの方をぜひぜひ、参考にしてください。はい、というわけで今回はですね昨日紹介した最強テンプレ配置の攻略法、こちらをお送りしていきました。せっかく配置作ったのに、攻略法紹介されちゃったもう変えようかなって思う人いるかもしれませんが、まあね今日紹介したね攻め方とかしっかりと対策すればまだまだ守れる配置なんじゃないかなと思っております。さあせっかくなので最後にですね一回バーサス戦やってから終えようかなと思います。あのボンバー解禁したんですけどもまだレベル1でね、そんなに強くないので、まあ明日あたりにもですね、公開できたらなと思っております。さあこれどうやっていきましょうか。いやですねなかなか、クラッシャーをこうジャイアントで削、あ、ジャイアントじゃねえ、アーチャーで削ってからのジャイアント流し込んで、で、ガゴでお掃除みたいな、感じできるかな。いや、でも怖いな。テスラもどこにあるかですよね。周りは施設ないね。そしたらですね、さっきやったババーチャ編成で星2をしっかりと取っていきましょうか。結構ね、やっぱり、ビルダーホール4ぐらいになると全開狙いはね、ちょっとね、怖いかなと思うので。これでいけるかなぁ。アーチャー。よし、これでいきましょう。そしたら、アーチャーで時計と削っていって、ここで一気に出していきましょう。さあ、一気にアーチャー出して、アーチャータワーとかクラッシャーを削っていきたい。さあ、大砲も削ってくれよ。オッケー、いい。で、クラッシャーに対しては、1体しか向かってない。オッケー、いい。これかなりいいんじゃないですか?で、さらにですね、バーバリアン追加していきましょうか。あ、ちょっと引っ張られてる。で、
倒してから OK で、ここの壁殴らせます。いいですよいいですよ。で OK、 突き破った段階でさあ一気にバーバリアを流し込んで、しっかりと星2をね、ターンホールを狙っていきます。あ、ビルダーホールか、ビルダーホールを狙っていきます。さあいいですよ。でトラップないような、トラップないような、 OKOK、 いいいい。さあ星2からのしっかりとね 50% 以上削っております。でさらにですねOK、 いいよ。キャンプも削っていって、いけいけ、半裸の男たち、半裸、服を着ろ。さあそして両手に斧を持っている、かっこいい、両手に斧持ってんだ、今気づいた。いやいいいい、いいぞいいぞ。さあそして最後ラストに金山を削っていって OK、 70% 乗った。さあメガ地雷で吹っ飛んだ。さあ果たして結果はどうでしょうか。 OK、 勝つことできましたね。はい、というわけで、今回はですね大工の拠点、最強テンプレ配置の攻略をねお送りしていきました。またですね、大工の拠点の動画どんどんね動画に出していきますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひとも登録のほどよろしくお願いいたします。で、そして最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。